五感を使って贅沢な体験をすると心も満たされて幸福度が増すので幸せをどんどん引き寄せる体質になっていくんです。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。さて9月15日は乙女座の新月がやってきます。このね月のパワーと私たちが持っている意識のパワーを使って願いをよりパワフルに叶えていこうね。ということで今回も思いっきり未来を先取りする予祝でいきましょう。で後半に開運アクションをお伝えしますね。で今回は乙女座の新月になりますが午前中の10時40分から開始して48時間くらいはこの新月のエネルギーが流れてます。で新月はこの潜在意識と顕在意識がつながりやすい時なので願いが叶いやすい時といつもお伝えしていますよね。ですので新月の習慣として願い事を改めて書いていきましょう。で乙女座の特質を意識して分析、断捨離、整理、奉仕、指摘、健康管理、役割、細かい気配り、真面目、完成させるなどの意味を持っていますが、この意味も取り入れながら、今回のやったらいい新月のテーマは、願い事を具体的にする。で、今回の新月は、願い事を具体的に書いていくことがキーワードなんです。例えば、月に50万円欲しいのであれば、なぜ50万円欲しいのか具体的に書いてみる。副業したいなら具体的にどんなことをしたいのか書いてみる。痩せたかったらただ痩せるのではなく何キロ痩せるというように具体的にする。で、それに伴う今何が必要なのかっていうことも書いておくといいですね。今回の新月は地に足をつけることが大事なのでしっかり具体的にしていくことが大事なんです。それがね理想と現実のギャップを埋めるということになるんです。で夢で終わらせるのではなくって現実に向けていくことが大事なので具体的に書いてみるんです。で具体的に書いていくと自分の得意だったものを思い出してみたりやりたいことが出てきたり何かヒントになることが出てくるかもしれません。こういう書き出し作業は思っている以上に新しい自分忘れていた自分が出てきたりしますからね。もしかしたら必要がないものも出てくるかもしれません。そういう場合は新月ですが手放ししていくことが大切です。新月のノートに書き出すときにキャンドルが役立ちます。キャンドルには癒しの効果があって本来の自分が出てきやすくなります。浄化のパワーもあるのでキャンドルパワーを借りると余計な思考が取り除かれて自分の内側の声が聞きやすくなっていきます。これが秋分の日に向けての第一歩になりますからね。書き出すときは自分の気に入っているノート、ウィッシュノートに書いてください。それでね、新月で書いたことをイメージすることが大事です。イメージできないものは叶わないんですよ。なのでイメージをして未来を先取りするんです。そして先にお祝いしちゃうっていうのが予祝なんですね。これは恐ろしいくらい願いが早く叶う方法です。叶うことを先取りっていうことで、みんなで予祝だ!乾杯!みんなでやろうね。ということで、この15日は乙女座の新月なんですが、実は神経質になりやすい日でもあるので、細かいことを気にしないようにすることで、運気も上がって今夜お金を呼ぶことができます。で、今もうすぐやってくる秋分の日があるので、今エネルギーが高まっている中での新月になりますが、16日にやっと水星逆行が終了します。今回も本当に不思議なことが起こりました。この YouTube で、って驚くような動画アップが起こったり、で、これどうやって間違えたんだろうっていうことが起こりましたが、やっと終了します。おめでとうみんな!パチ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 。そして、朗報です。この日はこの2時間。朝の9時から11時の間がさらに強力に働くラッキーパワー時間で、お金に関するアクションをすると、機運が上昇して、いつもよりも多くのお金につながったり、運気がめちゃくちゃ良くなったり、いいご縁につながっていく時間になるんです。
もしできたらで大丈夫なので、この時間に開運アクションをしてみたり、お願い事を書いてみてくださいね。ということで、これから開運アクションを7つお伝えしたいと思います。まずこの日の定番の開運アクションの一つ目として、新月の儀式で、私はこういう新月の日には新月の儀式として、ウィッシュノートを書く前や書くときにお香を焚く、キャンドルを焚く、その前後に塩風呂に入る、お風呂で香りを楽しむ、月光浴をしたお水を飲むということをしています。そして塩風呂に入ると身を清めることもできるので、新月を新たな気持ちでスタートさせるには塩風呂がおすすめです。次にこの日にやったらいい2つ目の定番の開運アクションは、ハンカチやミニタオルを購入する、またはお気に入りのハンカチやミニタオルを持って出かける。暑い時期に汗をかいたり手を洗った時に欠かせないハンカチやミニタオルですが、今年の夏はとっても暑かったので汗を拭いたりすることも多かったんじゃないかなって思います。汚れが目立ったり、ミニタオルの肌触りが悪くなったり、生地がくたびれてくるとエネルギーが下がってきます。直接肌に触れるものなので、エネルギーが下がっているとそれを使った自分のエネルギーも下がってしまうんですね。汚れが落ちないとか肌触りが悪いハンカチやミニタオルも、思い切って新しいものを購入すると運気も回復して機運も上昇します。この日は気に入っているハンカチやミニタオルを持って出かけるのも運気も機運も上昇しますからね。で、ハンカチとかミニタオルは交際運も上げてくれるので、お気に入りのものを持って出かけるといい出会いがあったり、楽しい時間を過ごして波動を上げていくこともできますからね。そしてこの日にやったらいい3つ目の定番のカーアクションは、神社参拝。新月や満月も神社参拝はとっても良くて、氏神様や産砂様に参拝するといい日です。新月や1日に参拝するのは1日参りといって、ここで宣言すると願いがさらに叶いやすくなるんです。この日は神社仏閣は特に行くといい日で、今回の新月へ立てた願い事の宣言をしたり、お金の宣言とか他に叶えたい願いの宣言をするといいですね。神様の前で宣言をして願いを叶えるためのパワーチャージをしたり、感謝を伝えて神様を身近に感じると自分の運気も機運も上がっていきますからね。特にこの日は神社仏閣に参拝するのは大吉の日ですから、神社仏閣の波動をたっぷり味わうために深呼吸をしてみてください。そしてね、どこに行こうか迷ったら日番の吉っぽいを参考にしてね。特に吉っぽいを活用すると波動がいつもよりも上がって、簡単に運のポイントが莫大に上がりますからね。次にこの日にやったらいい定番のカーアクション4つ目は、簡易フード。最初に金アップフードはチーズ。乳製品の中でもチーズは金アップにとっても効果のある食材です。お金を引き寄せる力強い気を持っているので、金をどんどん引き寄せてくれます。そのまま食べてもいいし、さらに火を通して食べると気がもっと強くなるので、お金の運気が上がってきますからね。次に強運アップフードはほうれん草。緑黄色野菜のほうれん草には栄養が豊富に詰まっていて、体を元気にするパワーを持っています。健康な体はいい運気を引き寄せる土台になります。元気に動くことで運が動いたり、動くことで自らチャンスをつかんで強運を上げていくことができますからね。そしてラブンアップフードはナッツ。人間関係を良くしてくれる効果があって、ナッツ類には種一粒から大きく成長して新しい実りももたらしてくれるという意味もあるんです。新しいご縁に巡り合えたり、パートナーとの関係をさらにいい方向に導いてくれます。最近パートナーとすれ違いが多いかなっていう時も、一緒に食べると会話も弾んで仲を改善してくれますからね。そして5つ目のカーアクションは、開運日には欠かせない定番の金アップ掃除。この日はどこでもいいので、気になる部屋の隅を掃除する。部屋の隅は埃やゴミが溜まりやすい場所ですよね。いつも掃除をかけていても、どうしても部屋の隅に汚れが集まってしまいます。で、そのままにしておくと邪気が家の中に蔓延してしまうので、
汚れが気になる部屋の隅を掃除するといいです。掃除機では取りにくいホコリも専用のブラシとか掃除用品を使ってお掃除すると、溜まったホコリも取れていい運気が流れます。新しい運気が流れ始めると部屋の隅からいい運気が家中に広がっていくので気運が上昇していきますからね。次にこの日にやったらいい6つ目のカーアクションはスポーツジムに行く。この日のラッキースポットはスポーツジムです。体を動かすと健康運が上がるし、動くと気分もリフレッシュできます。汗を流すことでネガティブなものを外に出すこともできるので、新しいエネルギーが体の中を巡っていきます。運動している人がたくさんいるスポーツジムは活力とか生命力にあふれていて、いい気が流れているので、自分の運も動いて運気も機運もどんどん上がっていきますからね。そしてこの日のラッキーカラーは紺色。集中力を高めてくれて気持ちも落ち着けてくれるパワーがあります。ファッションとか持ち物に紺色を取り入れるとその日のパフォーマンスが上がるので、仕事に使うものに紺色を取り入れると効率よく仕事をこなすことができます。パフォーマンスが上がると時間とか心にも余裕ができるので、心地よい気分で過ごせて、そこからエネルギーも上がっていきますからね。そしてこの日にやったらいい7つ目のカーアクションは、ちょっと贅沢だなという体験にお金を使う。ホテルに泊まるとか、物を購入というよりも、ちょっと贅沢な体験が吉を呼んで気運が大上昇します。贅沢な気分になるというのはエネルギーを上げていくことにもなるし、リッチな気分になることもできます。リッチな気分はお金の運を上げてってくれますからね。五感を使って贅沢な体験をすると心も満たされて幸福度が増すので、幸せをどんどん引き寄せる体質になっていくんです。ちょっと贅沢な体験で心に余裕も作ってくれるし、自分へのご褒美にもなっていいエネルギーがチャージされます。自分にとってちょっと贅沢な体験だなと思うものだったら何でもいいので、いい気分を味わうと運気も気運も急上昇していきますからね。というこの日は新月のパワーがめちゃくちゃ流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それで願いを叶えちゃいましょう。なので私たちの大事なことは、自分の心地よさを意識して大事にすることもカーアクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それではこの日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いところに書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。予祝ノートに書いたことが実現しました。今日10万円の臨時収入がありましたという方、できなくても充電日として OK の言葉に救われました。気持ちが軽くなったからかな。前日約10万円の臨時収入がありましたという方、こちらのコメント欄にて、予祝をしたら本当に叶い、大金が必要だったので諦めていたのですが、思っても見なかったところからすんなりと準備することができ、トントンとことが進み、素敵な奇跡をありがとうございましたという方、先日コメント欄に予祝コメントしたら新規のお客様のご予約が入りました。びっくりです。本当にありがとうございますという方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。あと予祝のコメントを書くときは予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。そして最後に、この日のお誕生日の皆様、9月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ、やっとですね、3ヶ月ぶりに髪の毛を切りに行けました。先月にね、髪の毛切りたいって言ってたんですけど、すぐに行けるかなと思ったら全く行けず、でもやっぱり髪の毛を切ると気持ちが変わるのでいいよね。で、私は美容室で雑誌を読んで帰りにショッピングするのが好きです。じゃあね。